こんにちは、はじめまして。岡本由加子と申します。ですね、エルグルメのフードクリエイター部というエルグルメ公認の料理家先生たちので構成する、組織の中で、私パターンを受け取りまして、今日は私が担当させていただきます。岡本由加子と申します。どうぞよろしくお願いします。今日はちょっとサイト、このフードクリエイター部っていうところからも入れるんですけれども、ここにレシピは載っているので、ここのフードクリエイター部のメンバーの先生方がいて、まあこの2列目のところの岡本由加子っていうところですね、そこをクリックしていただくと私のレシピ見れるので、まあ、そこのパセリのチーズチヂミを今日は作ります。声聞こえてますか？もし聞こえてないとか聞きづらいとかあればお知らせください。はい、ですね、もう簡単なんですけど、どんどんいっちゃいますよ。でちょっと私の環境がここから全てをちょっと映せないので、手元を、ありがとうございます、お返事。手元に切り替えるというか、ちょっとずらしますので、手元メインになります。ちょっと電気暗いですね。つけましょう。はい、ここで明るくなりますね。今日は主役がパセリです。パセリって飾りで結構使って、その後残っちゃうと思うので、それを、解消するために考えたレシピです。それでパセリなんですけれども、皆さん買ってきたらこうやってコップと水入ってるんですけど、ここに入れてこうつける、水お花みたいにつけるっていうのはよくされてる方多いと思うんですけれども、この切り口っていうのが結構買ってきたばっかり、こっちが買ってきたばっかりですね。ちょっとしなしなしてるんですよ。もう時間が経って弱って、もう組織が潰れてるというか、もう乾燥してダメになっちゃってるので、私はここを買ってきたら、あれ、ハサミがなかったら入れていいんですけど、チョキンと切りまして、でこれでつけるこ、お水につけることは結構いると思うんですけども、ここの切り口ってもう野菜はお花と一緒なので、切り口を水で洗い流します。そうすると餅が全然良くなるので、で新しい切り口を作ってあげると、そこからぐいっとお水を吸い込んでくれるので、他の野菜も買ってきたらちょっと時間がある時とかやってます。はい、で今日使うのはパセリとあと玉ねぎです。で玉ねぎはですね、玉ねぎは4分の1なんです。4分の1 50g ですね。でさっき水で切り口を洗うってお話ししたんですけれども、この玉ねぎは先週の撮影とかなんで5日ぐらい経ってると思います。切り口どうです？すごい綺麗でしょ。これ水でちゃん洗ってるんでしょ。で切ってからちゃんと水で洗って、まあちゃっとお水で拭いて、まあラップでピタッとくっつけて保存しておくと、こうやって綺麗に残せるので、これちょっと覚えておくといいかもしれないです。なので野菜は切ったら洗うっていうことですね。じゃあ玉ねぎから切っていきます。玉ねぎ半分なので、半分というか、ごめんなさい、4分の1ですね。4分の1で、切り方は薄切りなので、縦に薄切りでも横に薄切りでも、どちらでも。正直どちらでも大丈夫です。まあ今日はシャキシャキにしたいので縦に切っていきましょうか。でこれを横に、繊維をこう立つように切ると柔らかくなるので、甘みが増しますね。なので甘い玉ねぎがお好きな方は横に切った方がいいかもしれないです。
あ、そうですね。今コメントいただきましたけど、野菜を水で洗ってからラップにくるんで保存すると切り口が綺麗のまま保存ができますよって、ちょっと延命できるってお話ししたんですけども、で今質問がライムと果物とかって、あ、そうです、ライムもレモンもトマトも全部洗ってます。私はなんか言い方が悪いんですけど、野菜のこう切り傷みたいな血だらけの、ちょっと私あんまり口が良くないんですけど、切りちゃんと血を流してあげるみたいな感じですね。でこれすだちです。紫玉ねぎです。で紫玉ねぎはちなみにですね、玉ねぎ類っていうのは成長点がここにあるので、ここからニョキ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 こう立って、はい、立ち上がってくるんですよ。なので私はここ成長点を切っちゃってます。ここ見えます？そうすると成長点が切れてるので、このまんまここだけ成長が促進されず保存できます。でここだけ成長しちゃうと、こっちの糖分が全部こっちに持ってかれちゃうので、ここの周り美味しくなくなっちゃうんですよ。なので私はここ一手間なんですけど、成長点切って保存してると、こうやって綺麗なまま保存できます。でこれをボウルに入れますね。でパセリは 15g を分かります。何か質問等あったら、今日はそんなに難しくないレシピなので遠慮なく、ライブを見てる方はしてください、はい、もうまな板の上にやっちゃいますよ。 15g 正味なので茎は入れないで、葉っぱの柔らかいところだけで 15g です。まあこのぐらいですね、このぐらいです。はい、でこれをみじん切りにします。エルグルメのサイトのフードクリエイティターブのところにいろんな料理家さんのレシピが載っているので、ちょっとおしゃれなものをお友達来るから作りたいなとかいう時にはすごい役に立つと思います。ちょっとねこじゃれた料理がいっぱい載ってますので、飾りみたいに細かくしなくて大丈夫です。粗みじんでなんとなく同じぐらいの大きさになったかなぐらいで大丈夫です。はい、でこれを入れます。でもなんかもうちょっと入れても良さそうだけどね、 20g くらいで、はい、でこれをですねチヂミにするのでちょっと切りにしますね。他の材料はちょっと動かします、はい、干しエビ、これは味ですね、味を足すために干しエビ入れます。でシュレッドチーズも後で入れます。でこの混ぜたものにチヂミにするのに2種類の粉が入ります。普通のうちのにある粉です。一つは小麦粉で、あと片栗粉です。これ片栗粉はもちもち、チヂミのもちもちっとしたのが美味しいと思うので、もちもちが片栗粉ですね。で片栗粉だけでやるとちょっと味がいまいち美味しくないので、小麦粉にも入れます。薄力粉です。入れて、あと味付けのお塩です。お塩入れます。
で、これをまぶすようにさっさと混ぜますね。で、これでは縮みにならないので、ここにお水を足していきます。だいたい 4,5 杯大さじですね。まあ、まず3杯ぐらい入れて様子見ましょう。米粉で代用できますかという質問があったんですけど、おそらく大丈夫だと思います。ごめんなさい、ちょっと私やったことがないんですけど、米粉なら大丈夫じゃないかなと思います。これで今大さじ4入りました。で、ちょっとね、4から5ってしたのは、計量スプーンがお家によってちょっと分量が若干変わると思うんですよ。というのは、平べったい計量スプーンのを使っている方と、ちょっと深い形の計量スプーンを使っている方だと若干、あと表面張力で変わると思うので、私は深いものを使ってます。そうすると安定するので、ちょっと私は深いものを使っていて、おすすめもしています。はい。ではこれを今度は炒めていきますね。フライパンというか火の方に移ります。IH なんですけど、ちょっと移りますのでピッピッと。はい、フライパンです。で、まあ、鉄のフライパンではないので、もうすぐ油入れちゃって大丈夫です。で、ここに今まだ火つけてないです、しじみの素を入れまして、火を切ます。だいたい直径が20センチぐらいのものなので、2、3人分ですね。4人家族だったら倍量で作るとちょうどいいぐらいじゃないかなと思います。こんな感じで、ちょっとようやくくっついてるぐらいの柔らかさというか、水の浸り方でいいと思います。これで火をつけますね。中火ぐらいで大丈夫です。コメントで、チヂミを作るとしなっとなるか油でべっとりとなりますっていうことなんですけど、蓋してます？蓋ね、しなくて大丈夫かな。ちょっと水分を蒸発させたいので蓋しません。私はいろんなやり方があると思うんですけど、こんな感じ でこれをもうじっと焼きます。まあ、それだけなので、あんまり。フライパン、まあ、ちょっと時間空くので、フライパンの話をすると、フライパンの持ちがあんまり良くないとか、よく聞くんですけど、フライパンはおそらくこう加工、樹脂加工を、うまく入れちゃう、樹脂加工のフライパンを使われてる方がほとんどだと思うんですけれども、樹脂加工のフライパンは空焼きと温度変化にとても弱いので、やってはいけないのが、から焼き、はじめの焼くときにから焼きするとか、あと炒めた後にお水ジャーってかけちゃうとか、そういうのがね、
ってもフライパンを傷ませるんですよ。なのでこういう樹脂加工のフライパンを、ね、私は撮影用にちょっと白いフライパン使ってるんですけれども、こういうこうやってですね、こういう一般的なフライパンですね。でこういうフライパンは加熱する前にもう、コールドスタートっていうんですけども、冷たいフライパンが冷たい状態で食材入れて、でそれから火つけると空焼きを防ぐことができますので、コールドスタートでいいと思います。で逆に鉄のフライパンっていうのは、これですね、ザフライパンです。でこういうフライパンは火まとみたいのをちょっと浮かせなきゃいけないので、これはよくよく熱して油が出てくるまで熱してから油入れて加熱する、食材入れるっていう方法をとるので、鉄のフライパンと樹脂加工のフライパンだと加熱のスタートの方法が違うっていうことなんですよ。でも日本って鉄のフライパンからスタートしてるから、加熱するフライパンを加熱するのが一般的じゃないですか、フライパンを熱してからっていう。なのでね、こういうのを今使ってるんで、熱してからじゃなくても大丈夫だよっていうのをちょっとお伝えしておきたいなと思います。はい、コメントが、上新粉はどうですか。上新粉もやったことがないんですけど、火が入りやすいのかな。でも時々白玉粉でやってる方レシピを見かけるので、上新粉でもできるんじゃないかなと思います。でちょっと見えますか、薄く見ときますね。ちょっと火が入ってくると、ちょっと透明というか、透明ではないですけど、ちょっと油足しますね。ごま油です。ちょっと表面が乾燥してきて、で玉ねぎもちょっと生じゃなくなってくるっていうか、火が通ってきたなっていう感じです。チヂミはこうピタッと焼きたいので、一回も私動かしてないと思うんですけど、動かさずで大丈夫です。ただ強火とかだと焦げちゃうんで、中弱火ぐらいで火かけてます。あれ、塩振りましたよね。まあ塩忘れちゃったらここで振っちゃっても大丈夫。まだまだもうちょっと焼きますね。この片面でじっくり焼きます。イメージとしては片面を6、7割焼いて、7割ぐらいかな、7割焼いて、でもう片面を3割焼くっていうイメージで、今7割焼いているところです。全然私も動かさないのでちょっとつまらないと思うんですけど、秋らしいレシピをご紹介するとですね、私がここのエルグルメさんのフードクリエイターアップで出している、見えますか、サンマのビリヤニも出してます。であとクッキーとかお菓子もちょっとあったりとかして、ですね、
あとおすすめがありますよ。まあ、ちょっといろいろ出してもらって、出させてもらってるんですけど、リンゴと豚のチーズポットとかはこれからの季節リンゴお好きなのでおすすめです。あとイチジクとレバーのバルコミ、あ、言えてない、バルサミコソテーはもう実はすぐちゃちゃっとできるものなんで、あのレバーって体にいいから多く取りたいじゃないですか。これをね、イチジクとバルサミコで作った料理なんかも載ってますので、よかったら他のレシピもご覧ください。じゃあ料理に戻ります。ごま油の目安コメントでありましたが、そうですね、大さじ最初に1杯ぐらいガッと入れて、その後また1杯ぐらい足しました。はい、この周りがチリチリしてきて、中のここは乾燥してきてまだできてないなみたいなね。でこれをですね、ちょっと一旦火を消しまして、まあお皿でも何でもいいです、かぶせてひっくり返します。ひっくり返しますよ、はい、でこの状態で今度片面はなんとチーズ、みんなの大好きなチーズを広げまして、なんかレシピ30g って書いてあるの、足しちゃいますよ。10g ぐらい足しても大丈夫そうです。まあ一応グラムは目安で書いてあるんですけど、チーズ好きさんだったらこう足していただいても全然問題ないレシピです。でこれをですねスライドします。あ、私ちょっと手の皮厚いんでこのままいっちゃってますけど、皆様はヘラでやってくださいね。はい、でまた火つけます。中弱火です。まあそうすると下のチーズがチリチリに溶けて、でチーズがパリパリになるまでまた大体3分5分ぐらいですかね、焼きます。これであと切って、酢醤油を添えてっていう感じなので、うん、簡単です。チヂミのこの薄力粉じゃない、薄力粉と片栗粉混ぜる、うん、この分量覚えておけば、あと大体チヂミって玉ねぎ入ってるじゃないですか。でパセリの代わりにパクチーでやっても美味しいですし、ニラ、もちろんニラでも大丈夫です。結構ね、香りの強めの野菜とが香りの強めの野菜が合うので、パクチーとかニラでも作ってみてください。でこう焼き上がりの目安なんですけど、ここのチーズが色づいてパリッとなるまでですね、ちょっと動かしますね。見えますかね。まだチーズが溶けてますっていう色なんで、これがもうちょっと色づいて香ばしい色になるまでです。で質問なんですけど、フライパン何センチですかっていうことですが、これ確かね26だと思うんですけど、すぐメジャーがあるんですね。はい、26センチでした。26センチぐらいと、あと21センチぐらいを持っておくと、21センチとかは朝の目玉焼き焼くとかソーセージ焼くとかちょっとやるのに便利で、26センチぐらいあると、まあ、家族2、3人分の料理、炒め物ができるので、まあ、いっぱい食べる方だったら28センチがいいと思うんですけど、26センチは、2、3人の方におすすめです。はい、パクチーね、いいですよ、パクチー。あと、まあ、まだまだちょっと
もまだまだ加熱するんですよ。もう動かさずにずっとやっておけるので便あのいいですよ、こういうレシピは。もう一つお知らせというか、私とエルグルメさんが関わっているあのお話をさせていただくと、すいませんね、初めての方もいっぱいいると思うんですけど、ちょっとごめんなさいね。エルグルメさんと、あと伊勢丹の、食品通販伊勢丹ドアというあのサイトがありまして、あの伊勢丹のとかで扱っているデパ地下の商品が買えたりとかいうあの楽しいサイトがあるんですけども、そちらの伊勢丹ドアの方で、あのエルグルメのコラボレシピというちょっとおしゃれなおうちご飯レシピという、毎月4品紹介してまして、大体もう半月ぐらいやらせていただいてて、まあ、あの伊勢丹ドアで買える商品と、あの私が考えたレシピを紹介しています。で今月はパスタなんですけども、おすすめがサンマとブドウの秋パスタです。サンマとブドウとか思うと思うんですけど、意外とこれびっくりするぐらい合いました。あのそう、なんか急にレストランの味になっちゃうっていうか、あのとても美味しくできましたですね。あのこんな感じでいろいろ載っていますの でこの伊勢丹ドアさんって、あのこういう魚のカットやカット魚っていうんですか、カットフィッシュとか、あのフィレの部分が冷凍できたりとか、あとあのこういう調味料も買えますし、いろいろ買えるので、あのよかったら、ただあの最初に伊勢丹と初回になんかこうボックスを買うのかなですね。でとてもなんかやっぱりコロナとかでお家でご飯食べる方とか、通販サイトがすごい人気で、 もちろんあの伊勢丹ドアさんもすごいあの人気みたいで、あのその初回限定ボックスみたいのがあの買える日がちょっと決まってるみたいなので、まあ、詳しくはサイトをご覧ください。そうですね、そうサンマとブドウはもう撮影スタッフがみんな驚いたぐらい、わこれなんか意外に合いますねみたいな感じでした。あの今だったら巨峰とか海地とか紫色のブドウが合うと思います。あのバルサミコ酢を入れるので、シャインマスカットとかは、まあ、正直パクパク食べちゃった方が美味しいと思うんで、でサンマとブドウは色が同じ紫と、あと旬が秋っていうことで合うかなと思ってやったら、もうこれバッチリ合いました。大体法則的に同じ旬の、まあ、出会い物と言われるあの同じ旬のものだったり同じ色っていうものはあの比較的合いやすいので、あのメニューを考えるとかレシピをこう作ってみるとかに使えるテクニックなんじゃないかなと思います。今片栗、あのコメントで片栗粉を切らしているのですが、薄力粉 100% だと軽い感食感になりますか。軽い食感というかちょっと重くなっちゃうと思うんですよね。でもできなくはないと思うので、まあ強力粉みたいなのはやめた方がいいですけどね。ちょっと軽めな感じがいいので、ちょっとね片栗粉を入れるっていうのは軽さも足しているっていう意味もあるんですよね。もちもちと軽さが片栗粉が苦がなっているんですよ。結構じっくり焼きますよね。そうなんです、じっくりじっくり、なんか触りたくなっちゃいますけど触りません、全然触りません。
ですね、チヂミみたいなものはちょっとじっくり焼いた方がいいので気長に作ってください。なのでちょっと焦げないぐらいの火加減、中弱火で、弱火よりちょっと強いかなぐらいの火で、あと他のなんかサラダ作るとかナムル作るとかスープ作るとかやっているうちにできるみたいな、なのでもう一品にいいと思います。チーズがちょっと溶けてきたの、溶けてきたっていうか色づいてきますね。ここら辺なんかレースみたいに、わかります？ここね、こんな感じです。そろそろ良さそうですね。この見極めポイントがですね、この周りのチーズの色加減です。ここですね、ここがレース状になってチーズが色づいた色になったら下の焼いて消えてるよっていう合図なので、これで OK です。もう出来上がりです。動かしますね。でまな板にくっつくのとか心配かもしれないんですけど、チーズに油があるのでおそらく大丈夫です。またひっくり返すのでちょっとひっくり返します。はい、こんな感じです。じゃん、はい、チーズのパリパリも楽しめるチヂミです。でこれをチーズパリパリ、みんな大好きな味ですよね。あ、聞こえます？パリ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 聞こえてくださいね。これですよ、これ音ね、いいでしょう。なんかちょっと形がずれてた。一口サイズに切っといた方が食べやすいと思うんで、パリパリでございます。これをお皿に盛ります。漆がちょっとかかってたんですけど、ちょっとかっこいい器。まあこっちのパセリの部分を見せてもいいし、お好みです。せっかくだから両方見せたいので両方見える感じに盛りますね。で、まあ、チヂミって多分ぺったりと持ってこられる、お皿にダーンってくることが多いと思うんですけど、まあお家だったらこうやってちょっともりっと盛ると綺麗に見えると思いますので、チーズも見えるし、パセリ側も見えるというような盛り方をしてみました。そうですね、寝る前なのにお腹が空いてくるというコメントが、そうですね、9時半過ぎですからね、お腹もう一回空いちゃいますよね、7時とか6時ぐらいに食べてる方は。はい、
で酢醤油と、コチュジャン混ぜました。混ぜたタレを添えて、韓国なのでちょっと赤いクロスとかを添えて、お箸、取り箸を添えて、はい、これで完成でございます。パセリのチーズチヂミです。見えますかね、ちょっとこうした方がいいかな、こうしてこれをこっちにしますね、はい、大体2人分ぐらいですね。はい、こんな感じです。いかがでしょうか。完成でございます。ビールに合いますので、ビールとお酒飲める方はお酒とともにどうぞです。もちろんおかずにもなりますので、おかずと一緒に韓国ご飯の一品にぜひ、あ、明日作りますと嬉しい、ぜひ作ってみてください。ちょっと一個食べてみましょうか。ちょっとこの箸で食べちゃおうかな。あんまり食べてる先生いないのかな。いただきますよ。うん。うんうん。うん。我ながらうまいです。音聞こえました？パリパリです。チーズのパリパリが効いてて、パセリの臭みは全然ないので、もうちょっとパセリ 20g ぐらい入れちゃっても大丈夫かもしれないですね。でじっくり火を通してるので、玉ねぎも甘いです。なので甘い玉ねぎとパリパリのチーズとパセリの香りみたいなチヂミです。あ、よかった、聞こえ、パリパリが聞こえたそうです。こんな感じで、ぜひ作ってみてください。ちょっと、こちらに。パセリのチヂミでございます。レシピはエルグルメのフードクリエイター部のところから見えますので、ぜひご覧ください。岡本由香子でした。おやすみなさい。私はこれを食べて太ります。さようなら。